ここまでのファイナルファンタジー132よし、じゃあやっていくか。今回も今回からね、あの新しい時代に行くと思う。同じかな。前回の旅だったところで終わりましたね。ゲート抜けて俺の獲物なんだ。戦えるだろ。あ、ここで終わり。ビルジ遺跡 AF005 ですね。ここに行きます。さあ早速やっていくか。ファルシの復活か、人の手による最高か。あ、人の手による最高か。喋ってくれる。人々が選んだのは科学の力だった。政府に代わって実権を握った臨時政府は研究機関アカデミーを設立。アカデミー設立。失われた技術を古代の遺跡に求めた。調査エリアの一つ、ビルジ湖畔。遺跡から出土したのは未知の巨大兵器だった。ていうか何、こうフラグメントコンプリート全部160あんの。へえ、やっていくか。なんかさ、マップを見てるんですけど、あの攻略サイトのなんかマップめっちゃややこしいんだけど、何これ。どうにかなるかな。全部あれか、あのフラグメントってコンプリートするとなんかトゥルーエンドみたいになったりするんですかね。それだったら集めるんだけど、いやなんか一周目は同じエンディングになるらしいからな。エンディングが全部見れたら終わりって感じしたいなと思ってるんだけど、今のところはい。未来へと進んでいるつもりで過去にぶつかってしまうことがある。もう取り返しのつかない過去を見つめるとき、心は苦い後悔に染まる。セラ、お前はここで自らの過去に出会うだろう。お前は過去をどう受け止める。の中ってこうなってたのか。そっか、来るのは初めてだっけ。うん。パパ、なになになに、なんか、え、なにあれ、タイタンか、なんかでかい出てきた。ちょっとやめてよ。ちょ、ああ、クール。セラ見た目可愛いのに結構男前よな。性格可愛いと思う。ああ母性だ。クソガヤ、ちょっと待って。アサルトバスターで。とりあえず。ジェイクを狙う。おお、なになになに、なんか出てきた。このモンスターはブラッドダメージ攻撃を繰り出してきます。ブラッドダメージ攻撃を受けると最大 HP が減少します。なんだと、ブラッドダメージ減ってしまった最大 HP はポーションでは回復できません。戦闘が長引くと非常に危険です。素早く倒して敵を出しましょう。おお、もうとっととブレイクさせるしかねえな。
か全然たまんないんだけど、アサルトバスターでやってるけど。ちょっと待って、ちょっと待って。魔法魔法効く？そんなことないね。あ、なになになに、死に待って、あー急に来るじゃん。強烈。デュアルアサルトに変えて攻撃入れてきます。やっぱこの戦闘好きだな、だいぶ癖っていうか、異色だけどね、 FF の中では。お、めっちゃ削れるじゃん、ブレイクしたらもう勝てるわこれ。イエーイ、出ました。見えない巨人なんやろね、手しか見えない。なんだっけ、あのスマブラのモンスターハンドがこんな感じ。何だ、あ、なんでこいつら、え、私たちが敵、あ、パラノス、アントラス、敵って私のことかってまた違った。アトラス、あ、召喚獣でアトラスっていなかったっけ。なんなんだこりゃ。あ、お疲れ様でした。イエーイ。なんかだいぶやべえことになってるな。お疲れさま。終わった。お、あ、軍隊だ。味方。あ、やっぱり私たちも敵認定されてる。侵入者に告ぐ、直ちに投降せよ。クポ、もう劉翔がひょっこりしてるのかわいいな。あー、こいつらが侵入者、迷い込んだ市民のようだが、見えない巨人カナタへの旅に。クナートラスの軌道の関係が疑われ、パラドックスとの関係ね。パラドックスって何なんだ。犯人ってことか。パラドックス起こしてる犯人。何でもいいからアトラスの情報が欲しい。ほら、ちょっと待って、え、これメニュー開けない。あ、あの、見えない巨人アトラス発生事件の参考人として拘束する。キャンプで取り調べだ。おとなしくしろよ。いやー、せっかく時を超えてきたのに捕まってしまったんですが。犯罪者扱いだな。本当だよ。でも誤解なら解けばいい。熱意、誠意、真心、笑顔、手段は何でもあるからな。お前向きだな、ノエル。なるほど。これメニュー画面開けないんだけど。どうした？巨大な手、この世界も、え、元の世界とはどこかが違うようだ。ノエルの考えを聞いてみよう。巨大な手についてこの場所に出た理由、アカデミーについて、パラドックスについて、どうしようかな。この場所に出た理由、アカデミー、パラドックス、巨大な手。あの大きな手、一体何だろう。アトラスって呼ばれてるみたいだな。
分かったのはトラブルの元になってるってことくらいだな。うん、メニュー画面開けない。もうね、あれ メニュー画面って三角だよね。うん、開けない開けない。この中なんかない、どういうの入ってみた。あー、ちょ、反対側にあるけど、これは鍵がかかってる。逃げ出すなって言われちゃった。これはね、またノエルと話すか。うん、うん、こいつ話せばいいの。すぐにアカデミー本部へ移送する。きっつい尋問を覚悟しておけ。拘束したのはアカデミーという組織のようだ。主演から何を探ればよいだろうか。アカデミーって何で捕まった、何が起きたような。ところで食事の時間は、ご飯いつですか。飯の時間は。お腹空いちゃった。自分の立場分かったのか。はい、すいません。お前らグランエレベーターで来たのか。グランエレベーター、うん、何のことだ。初めての言葉ばっかりだよ。うん、コクーンとパルスをエレベーターで結ぶ計画があるの。でもまだ建設中だよ。完成予定は来年って。あ、でも案外近いね。去年開通したろうが。じゃあ未来に来てるんだ。未完成のはずの建造物がこの世界ではもう完成しているようだ。食い違いの原因は何だろう。こんがってきた努力と時が早く進んだ別の世界にいる。まあ、未来にいるってことだよね。来年、まあ、2年後少なくとも2年先の未来に来てるみたいだ。私たちは時が早く進んだ。時が早く進んでいるのね。2年、2年の時が流れたってことかな。来年完成予定のものが去年できたって話になってるし。セガさん、セガさんは、あ、この女の子気になってたんだよ。ドジっ子か。あ、セラさん、やっぱり知り合いか。はい。誰。わいは知らん。アカデミー実習生のアリサ・ザイデルです。アリサちゃん、視察のお二人が拘束されたと聞いて、それで。視察だと。お二人はアカデミーにとって大切なお客様で、私が案内していたんですが、通信機を私忘れて。こちら、こちらの方々、お偉いさん。これ助けてくれよ、流れか。話しかけて。先ほどのご無礼をお許しください。アリサちゃん味方と思っていいのかどうなんだ。なんかちょっと怪しいですね。私は知らんもん。知らない世界、知らない事件、知らない女性。謎ばかりの未来。この世界ではパラドクスという時空の歪み事件が起きていたんだ。ゲートの周りに本来なら存在しえないものが出現したり、起こりえない現象が起きている。そんな事件をパラドクスと呼んでいる、うん、なるほど。でもそれは私たちがこの時代にいることも同じなんだよね。そうだよね、パラドクスの原因だよね。私たち時空が歪んだこの世界で本当に会いに行けるの？雨？お。あちらで通信機をお渡しします。一緒に来てください。あの、ありがとうございます。でも私たち、どこかでお会いしてましたっけ？ああ、さっきの話、もちろん全部嘘です。やっぱりな。主演さんがお人よしな方でラッキーでしたね。何をたくらんでる？主演に嘘をついてまで助けてくれたミシェルの女性アリサ、彼女から何を聞き出そう。セラと知り合い、嘘ついて大丈夫、この遺跡は何、あんた何者。何者だよお前。あんた何者。アカデミー実習生のアリサ・ザイデルです。ここで大発見目指して頑張ってます。建前は分かった。本音は。本音は見抜けませんよ、嘘得意ですから。そう、女の武器の一つ使いやがって。涙と嘘な。さあこっちです。あ、ようやく開けたメニュー。ほう、じゃあちょっとあれか、オートクリップ確認しましょうか。パラドクス、あれやな、多分セラたち、セラとノエルがさ、あのパルスにいた時に、セラの部屋に謎の鏡出たじゃないですか。あれも多分パラドクスってことよね。ということで、じゃあ言葉を、見ていくか。ヒストリアクロス、
ゲートとゲートの間を結ぶ時空の交差路、時代と他の時代をつなぐ異空間ヒストリアクロスは混沌の世界ヴァルハラの変幻であるとも言われ、ここを通過し時を超えられるのは混沌の力と親和するものだけである。強大な魔力を持つファルシですら自由な往来はできないという。へえ、じゃあノエルとセラは特別ってことやな。パラドクス。AF3 年ネオボーダムで起きた異変を手始めに、サヤたちがゲートと呼ぶ謎の発光体が各所に出現し始めた。ゲートの周辺に発生する時空間の異常、ありえない現象を研究機関アカデミーはパラドクスと命名した。パラドクスが来ている場所では未知の魔物が突然出現したり、空間が他の時代らしき世界と接続するといった異常が報告されている。ほう、巨兵アトラス。あ、そうそう、こいつと戦いましたね。ビルジ遺跡の調査中に発見された巨大兵器、パラドクス現象の発生と同時に暴走を始めた。見つかったのは左手だけであり、見えない本体は異なる空間に存在すると考えられている。古代の遺跡で発見されたが古い時代の機械とは、動作原理が全く異なる。そのため未来の世界から紛れ込んだ人造兵器ではないかと推測する研究者もいる。だって、へえ。あとは、社会と人物あるな。グランエレベーター計画。あ、出ましたね。あの、パルスと国運をつなぐって言ってたね。クリスタルの支柱に沿ってグランパルスと国運を結ぶ大型エレベーター建設計画。地上で都市の建設が進む中、国運内部からの建材や物資の輸送主目的として急ピッチで工事が進められている。完成は AF4 年の予定。セラとノエルがゲートをくぐった AF3 年にはまだ建設中のはずだったと。アカデミー。AF3 年頃に設立された統合研究機関、科学技術の開発のほか、ロストテクノロジーの発掘も積極的に行っている。カタストロフィーの後、それまで人間を庇護してきたファルシが実は人類と敵対する存在だったことが明らかになった。そのためファルシに頼らない人間の力による社会の再生を目指すアカデミーの理念は社会全体の理想として支持されていると。なるほど、わかりました。で、じゃあ、アリサについていかないといけないみたいなんですけれども、私今どこにいるんだ。まあいいか。はっ、なんか昔みたいにあ、本当に未来に来ちゃったのかな。未来に来ちゃったっぽいよ。他の時代から来たことはバレないようにしないとな。うん、遺跡に興味があるとは学生さんかな。首都の大学に行くはずだったんですけど。ああ、国運があんなことになって進学を諦めたのか。それはお気の毒に。いえ、今は充実してますから。ここは何百年も前の国運の都市ですけれど、アトラスの姿は遺跡の様式とは明らかに年代が違う、うん、この遺跡のものじゃないってこと？ええ、まるで全く別のところからいきなり現れたようなんです。アトラスの動力源について研究しています。遺跡の奥の方にも似たような発光体がありますよ。発光体、奥は魔物が多くてかなり危険ですがね。怖い。あら、ユニークなペットお連れですのね。おとなしいけれど魔物かしら。魔物じゃなくて、お守りかな。お守りかな。お守りちゃん。モグリのです。クポン、クポン。クポン。正直、アトラスが怖いんです。急に現れたら怖いよ。人も魔物とも、人間が作ったどの機械とも違う存在。うん。まあ、ちょっと今回ここまでにしておこうかな。じゃあ次回とアリサちゃんの後を追ってね、ストーリー先進めていきます。お疲れ様でした。